はい、どうも、海です。本日も2択で育成ゲーム続きからやっていこうと思います。はい、今回もね、じゃんじゃん育成していってね、完璧な人間を作り上げていきましょう。スタート。怖いこと言ったな。すいません。そう、私ね、またちょっとこの今4の2になってるんですけども、あれ動画がね画面録画できてなくてちょっと途中からになってしまったので、また最初からやっていこうと思います。ステージ4花嫁育成、まあ最初の1問目だけだからね、ちょっとここの答えはもう見ちゃったんですけども、娘にいい旦那が見つかるよう子供の頃からしっかり育てるわ。どうやって育てようかしら。ママママこんな幼稚園児の女の子からの時からね、未来の旦那のこと考えてやるな。ママ怖い、未来見すぎ。これは、このゲームは不正解から、見た方がいいので、甘やかして育てる、厳しく育てる。これね、不正解が甘やかして育てるでした。お先に見ちゃったからね。はい、甘やかして育てたことで自分では何もできない子になってしまったわ。これじゃお嫁に行かせられない。甘やかしすぎたんだろうな、これは。うん。だからさ、こういうぐうたら人間の近くに必ずポテチがあるのにね、何なんだろうね。ポテチがかわいそう。ポテチイコールなんかダメみたいな感じじゃん。かわいそうなポテチ。厳しく育てるが正解。厳しすぎもダメだと思うけどね。厳しく育てたことで自立した子に育ったわ。基本的な部分はこれで大丈夫ね。もうまあまあ、もっとね、そんな子供、確かにね、未来の旦那は大事だけどさ、もっと違うことも考えてあげよう。未来の旦那のことばっかじゃなくて。いいですね、バリバリのキャリアウーマン。自立した女性になったことだし、あとは料理を覚えればバッチリね。どっちを覚えさせようかしら。はい、これは不正解がどっちだって、カレー不正解をしたところで気づいたんですよ、私。動画撮れてないということ。はい。なんで、ここから私は初見です。カレーを極めた結果、スパイスにこだわりすぎて、インドへと旅立ってしまった。そこまで極めちゃったんか。その後、娘がどうなったのかはわからない。やばい、消息不明になってる。そう、大丈夫？娘。なんか危ないとこ行ってない？大丈夫かな？いや、極めすぎたのが。あ、まあ、あれか、厳しく育てて真面目ちゃんにもなってるかもか。だからね、肉じゃが、家庭の味っていうからね、肉じゃが。肉じゃがは和食の基本。これをマスターして応用することで、いろんな料理を作ることができるようになったわ。あー、なるほどね。そっか、確かに肉じゃがってなんか、いろんなものに変換しようと思えばできるのが、はいはいはい、私、肉じゃが作ったこと、ありません。はい、私は和食の基本も作ったことがない女です。次へ、さて花嫁修行もできたことだし、運命のお見合い相手をどうしようかしら。あ、来た、もう本題、ママの本題。性格のいい一般人、性格の悪い金持ち。やこんな絶対左でしょ。でも多分正解こっちだから。こう分かりやすい正解だといいですね。お金も大事だけど、性格の悪い相手とはやはり交際もうまくいかなかったみたい。娘はすっかり恋愛に怯えてしまって、一生独身を貫くのだそうだ。別にそれもいいけどね、うん、結婚が全てではないからね、ママ、うん、そこはちょっとね、分かっていただきたいですね。全て結婚がゴールっていう、人生のゴールってわけじゃないから、はい、独り身でもね十分ね、うん、それがその人の生き方だしね。性格のいい一般人、はい、こっち優しそうですね。お金も大事だけど、性格がいい人と交際することで長続きし、見事婚約をすることに。おお、よかった、よかった、よかった。あ、とても良かったですね。もうこんな微笑ましい家族になりそう。これはママももう大喜びなんじゃないの。結婚は半年ごとの、うん、半年ごとのこと、独身最後の自由な時間、どちらを勧める。直近やりたいことにお金を使う。あー、これ不正解は右かな。うん、直近の結婚するってことは子供はそのうちとかあるし、お金使うから、うん、こっちが、いやー、こっちが正解なのか。はい。
主婦になるといろいろ制限されてしまうものよ。最後くらいパーッとやっちゃいなさい。あ、そこはちゃんとママ分かってくれる人なんだ。もうそこまで厳しくする人ではないんだね。という私のアドバイスを聞いた娘はやりたいことをして過ごした。これで心置きなく花嫁になることができた。あーよかった。これママいいママじゃん。うん、なんかごめんねママ、ちょっとすぐ小さい頃からね、旦那、未来の旦那のことしか考えてないと思ってたけど、うん、すごい娘のことも考えてくれてた。あ、じゃあ反対の結果で動画30秒見てきます。散財を我慢した娘は結局結婚後に散財をしてしまい、それが原因で夫と離婚してしまった。あーストレスが溜まってたんだね。使えない、やりたいことあるのにみたいなんで、やりたいことをやらせておくべきだったわ。あーうんうん、これはそうだよね。結婚したらあのやっぱ制限されてしまうことは絶対に出てくるから、うん、そうだね。そうなる前に好きなことも十分わーってし尽くして、した方がいいのか。はいはい、楽しいことはね、やっといた方がいいもんね、何事も。はい、ネクスト。ゴリラ育成、ゴリラを育成するの私。家の前に黒い物体が置かれていた。よく見るとそれはゴリラの赤ちゃんだった。どうしよう。かわいいゴリラの赤ちゃん。保健所に連れて行く、育てる。保健所、え、これ不正解、うん、ここで保健所連れてったら物語終わるから、こっちが正解でね。はい、一般人がゴリラの赤ちゃんを手に入れられるはずがない。そう判断され警察に通報されてしまった。ゴリラがその後どうなったのかは知らない。そんな警察、え、そんなに通報されるようなことじゃなくないね。あのたまたま見つけて本当にね、届けただけなのに、ひでえな。育てる、かわいいゴリラちゃん育てよう。保健所に連れて行ったら、あ、俺が怪しまれるかもしれない。ま、人間の赤ちゃんと変わらないだろ。こうして俺とゴリラの生活が始まった。人間の赤ちゃんと変わらないことはないと思うけども、めちゃくちゃ可愛い、めちゃくちゃに可愛いね。はい、お腹を空かせていたようなので、早速バナナをあげようとした。ところが食べてくれない。まだ早かったのだろうか。何を食べさせよう。あ、バナナ、かわいい。ぷいしてる。あ、ゴリラかわいい。あの、赤ちゃんのよだれかけかけてるゴリラかわいい。肉、雑草。肉？もう食う？この年から。え、雑草？あ、雑草が正解か。くそ。ゴリラは草食動物だ。あ、そっか。肉とか別そんな食わないか。特に赤ちゃんの間は柔らかい草を与えるのが正解だ。近所の雑草を平らげ、近隣住人からの愛されるようになった。あ、すごい、近隣住人にもみんなに認められる、認められるというか、うん、好かれてよかったですね。いや、かわいい、おむつ履いてる、かわいい。ゴリラは草食動物だ。しかも腸内の機能が発達しているため、異物の肉を取り込んだことで病気になってしまった。ごめんゴリラくん、ゴリラくんごめん、私こっちが正解だと思ってた。ごめんね、せっかく可愛いおむつ履いたのにね、ごめんなさい。はい、すくすく育ち立てるようになった。さすがに学校に通わせるわけにはいかないが、うん、学校は無理、日本語喋れないよね。何をやらせよう。外で運動、家で勉強。でもこう見ると本当ただちょっと見た目が違う赤ちゃんみたいなね。家で勉強、外で勉強これ絶対家で勉強不正解でしょ、うん、もう怖いよそれで学んだら。さすがにゴリラにお勉強は無理があった。運動できないストレスで病んでしまった。あー、そうね、野生本能でね、外にいなきゃダメだよね。外でガンガンこう運動、はい、外で運動しましょう。やっぱり動物は外で運動するのが一番。伸び伸びと成長しつつ、野生の生き方も身につけていた。おお、これさ、最後野生に返すとか、そういうオチなのかな。うわー、辛いな。でも返さなきゃだよね。ある晩、家の庭をうろうろしている人影が恐る恐る戸を開けると、なんと母ゴリラだった。母ゴリラ、子供を探してきたのだろうか。ママゴリラ、ママ返す、返さない。うわー、これ普通に怖くない？家の外にさ、ま、外に、うん、な、人影あると思ったらゴリラっていう、怖。これ多分返すが正解なんだろうな。あー、返さないでいいの？カーテンを閉め切ると外から戸を叩く音が聞こえる。見ると母ゴリラの体から人間の顔が出ていった。えー、
どういうこと、怖っ。こいつは着ぐるみだったのだ。結局警察に通報して事なきを得て、その後も小ゴリラと共に幸せに暮らしたのでした。まあ幸せに暮らせたのならいいんですけども、こいつは何のためにゴリラの格好してたのなんでこの小ゴリラが欲しくて、まあみんなから愛されるキャラだったから自分のものにしたかったとか、そういう感じなのかな。怖っ、怖えな。結果普通に怖かった、本当は。やっぱりお前は野生に帰るべきだ。そう思い子ゴリラを返すと、母ゴリラはそれを奪い取り二足歩行で走っていった。あれは着ぐるみだったのだ。その後子ゴリラがどうなったかは知らない。うわー、超悪者じゃんこいつマジで何の目的なのか教えてほしいんだけど、結構そこ気になるよはい、いやまあね、あっちの方ではね、幸せに暮らしたからよかったけど。野球育成、ほう、野球育成。我が高校野球部に身長210センチ高の期待のノッポが入部した期待のノッポ呼ばわりされてる。どのポジションに育成しよう。ピッチャー、バッター。ピッチャーじゃないの、その高身長。すごい、2メートル10センチってことだもんね。バッターが不正解。よし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 。身長が高い分ストライクゾーンが広くて三振ばかりのバッターになってしまった。あーそっか、身長が高いとストライクゾーンも広くなるの、大きくなるのが。うわー、それ不利ですね、身長高い人。だからピッチャーなのか。はいはい、ピッチャー。これで、しかも球速そう。高身長から繰り出される角度のあるボールに期待できそうだ。あー、高身長だからなんか下にグンって曲がったり、まあそれは普通のあれでもフォークみたいなだよね、あるだろうけど、相当なんかいろんなことができそうですね。2メートル高足長っ。はい、ノッポはピッチャーとして育成することにした。まずは何の練習をさせよう。球拾い、ピッチング。まあ、あ、でもね、こういうのは球拾いからっていうから、ピッチングが不正解。よしよしよし、いいよ、読めてきてる。高身長を支える足腰の筋肉ができていないままピッチング練習をした結果、膝に大怪我をしてしまった。うわー、もったいない。めっちゃいい人材をここで逃すのはもったいなすぎる。これはもう球拾いだね。やっぱ最初はこういうとこから地道にやっていくっていう。おほほほ。めっちゃ細かったのにムキムキになりましたね。ピッチャーの基本は足腰だ。球拾いをすることで高身長を支える強靭な足腰と忍耐力を手に入れたすごい、こんなあんなね、球拾いだけでここまでなるもんなんだね。基本基礎体力が身についたところで、いよいよピッチング練習だ。どういう方針で育成しよう。調和的育成法、令和的育成法。まあ今は令和だから令和じゃないの、こっちが正解。よしよし、昭和じゃないからね今は。やはり昭和的育成法はやりすぎだった。過度な負担の結果、二度と球を投げられない体になってしまった。どんな、ね、そもそも昭和的育成法何なのこれどういう育成法、もう無理やり体に覚えさせ込むみたいな、そういう強引なやり方だったのかなそりゃあそうなるよな、痛そう、めっちゃ痛いでしょ絶対。令和的育成法、まずはなんかあれかな、基礎からみたいな。科学的根拠に測った最新の令和的育成法を取り入れた結果、パラメーターがマックスになったチートじゃんこれ、チートキャラじゃん。 SS 全部 SS チートだよ、チート使ったね。全ての能力が限界に達した。もう十分甲子園でも通用するだろう。最後の仕上げに一つ必殺技の魔球を覚えさせよう。もうこれ甲子園いけるでしょ、このみんな打てないでしょ。超スローボール、火の玉ストレート。なんだ火の玉ストレート急に超次元野球になった。超次元なのでこっちが正解。あーってターン。必殺技とは言っても漫画のような魔球はありえない。ノッポの長身を生かした 170km の高速ストレートで見事甲子園優勝を果たしたよかった、うん、よかったよかった。まあ漫画の、さすがに火の玉出なかったんだろうけど、まあそう、超高速っていうことを言いたかったんだね。もう私火が出ると思ったよ。超スローボールはただ遅いだけのボールだった。うん、その通り、そのまんま超スローボールだもん、ただ遅いだけだよね。超スローボールに特化した結果、1回戦で弱小チームに敗退してしまった
あ、そうよね。ただ遅いだけ。あれか、まあ、使えるときは使えるだろうけど、それをに特化するってことは普通しないのかな。うん、しかも高身長活かせてないよね、スローボールっていうのは。せっかくの身長だから、やっぱ超剛速球がね、活かした方がいいんだろうけど。ごめん、私こっちを活かそうとしてた。